7月26日、リビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は大和カルバリーチャペルの副牧師、倉地圭です。今日も皆様と共に御言葉を黙想し、味わってまいりましょう。こんなジョークがあります。二人の男性が話をしていました。僕はね、結婚して妻のおかげで宗教を、キリスト教を信じることができるようになったんだよ、と言いますと、もう一人の男性が、へえ、そうなんだ。それはまたどうして？と言うと彼が答えました。妻と結婚するまでは地獄なんてないと思っていたからね。というジョークでありますよ、これは。でも笑えなかった人もいるかもしれません。列王記はイスラエルの王様と王国の歴史でありますが、神様を信じていたはずなのに、どうしてこんな悲惨な出来事が起こるんだろうと、読んでいて思われる方もいらっしゃると思います。でも、最悪な出来事の背後にも、神様の深いご計画があるということ。今日は、列王記第2の23章、10節から20節を通して、神の御言葉は必ず成就しますという希望のメッセージをお届けいたします。列王記第2、23章、10節から20節。彼は、ベンヒノムの谷にあるトフェテを怪我し、誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせて、モレクに捧げることのないようにした。ついで、ユダの王たちが太陽に献納した馬を、前庭にある宦官ネタンメレクの部屋のそばの主の宮の入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。王はユダの王たちがアハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセが主の宮の二つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走って行って、そしてその灰をギデロン川に投げ捨てた。王はイスラエルの王ソロモンがシドン人の忌むべきアシュタロテ、モアブの忌むべきケモシュ、アモン人の忌み嫌うべきミルコムのためにエルサレムの東、破壊の山の南に築いた高きところを怪我した。また石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、その場所を人の骨で満たした。なお彼は、ベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると、山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきてあなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。なお、
ヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたと全く同じようにそれらに対してもした。それから彼はそこにいた高きところの祭司たちを皆祭壇の上でほふり、その祭壇の上で人間の骨を焼いた。こうして彼はエルサレムに帰った。ヨシア王は契約の言葉を実行し、偶像を取り除きます。人を生贄として捧げるというような地獄のような出来事がなされた場所を取り壊します。12節を見てみますと、自ら走って行って焼いたものを投げ捨てたというようなことが書かれていますが、王様が先頭を切って宗教改革を進めた様子をうかがい知ることができます。日本にもやがてリバイバルが起こるときに、国の指導者たちも用いられて熱心な改革が進められることを期待したいと思います。16節にこうあります。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやって、その墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであったとあります。あるユダヤ人のラビがこう解説しています。ヨシア王がベテルの祭壇でこの骨を焼いたのは、ネバテの子ヤラベアムの骨であったであろう。立法の道から逸れていった者の遺骨を焼いたという象徴的な出来事が、ベテルの金の子牛の祭壇でなされたということに意義がある。それはかつての王国に対するヤラベヤムの反逆の記憶は一掃されたんだということを公に宣言するものだという内容であります。つまり統一王国であったダビデ・ソロモンの時代から、ヤラベヤムの反逆によって南北二つに分裂したということでありますが、その骨を焼くルーツを戻るということで、もう一度統一王国を復興させようというヨシア王の切なる思いがありました。そしてそれは列王記上13章2節で、神の人が予言した出来事の成就であると、そう書かれてあります。先日私はアンガーマネジメントという研修会に参加しました。アンガーは怒り、マネジメントはどう取り扱うか。切れやすい現代です。恐ろしい事件も起こります。この研修を多くの企業、教育、医療機関、政治家、弁護士、スポーツ選手なども受けています。夫婦、親子関係、また子育てにおいて日常的なイライラをどう対処していったらいいのか、興味深い学びでした。これはキリスト教関係のものではなくて一般社団法人のものでありますが、なぜそんな学びをしたのかというと、これは私のビジョンです。こういう資格を取ってもっと世の中に入り込む機会を得たい。誰もが興味のある悩んでいる問題を通して社会に福音を届けていきたいなと、そう思わされています。アンガーマネジメントは非常に実践的で未来思考型です。過去に遡って原因を突き止めるというよりは、今の自分を分析し、現在からどうイライラを対処したらいいのかということに注目します。素晴らしいことではありますが、私たちのそのイライラの根本に、解決があるというわけではありません。逆に教会は苦い根からの解放、許しの世界が語られて、過去にどう取り組むかというのに、教えてくれるわけでありますが、実際的なプラクティカルな部分が弱いように思いました。その両面をアプローチすることで伝道の活路が開かれていくのではないかと、そのように思っています。ヨハネの福音書8章でイエス様は会員の現場で捕らえられた女性に対してどのようになさったか。みんな怒っていました、怒っていました。
石打ちの刑に値する罪深い女性を男性たちはいやらしい眼差しで見ていたことでありましょう。その時イエス様はスーッとお座りになられて、指で地面に何かを書いておられた。これを視線の肩代わりと言います。あれ、イエス様は何を書いておられるんだろうと、やり込めようとしていた人たちはみんなそこに視線を移したという。ただ一人石を投げる権利のあったお方が、私もあなたを罰しない。今後は罪を犯されないようにと言われました。この順番が大切でありましょう。罪を犯さないようになったから許されたのではない。許されたから罪を犯さない人生を送ることができる。イエス様は最初に罪のルーツを取り除いてくださって、許された喜び、恵みに生きる人生を与えてくださいました。イエス様は何の犠牲も払わずに罪を許してくださったのではありません。十字架上で全人類の罪を背負い、すべてを成し遂げたと叫んでくださいました。私たちの生活には理不尽なことが起こります。どうしてこんなことになってしまったのか、ああしなければよかった後悔や未練がつきまとうということでありましょう。私は牧師暗視を受けて今年で10年になりますが、今から4年前、いろいろな出来事があって、教会に来ることができなくなってしまった時期があります。現実に6ヶ月間自宅に引きこもってしまいました。誰とも一緒にいられずに、最愛の妻さえも家から追い出すようにして、自分一人家から一歩も外に出れませんでした。いえ、実際は週に一度誰にも会わない時間帯、真夜中の2時、3時にコンビニエンスストアに行って1週間の食物を買い集めるという、想像してみてください。それは悲惨な毎日でありました。二度と牧師には戻れないと、私はそんな思いでいっぱいでした。でも多くの方の祈りと家族の愛と許し、そしてイエス様の憐れみによって牧師として復帰することが許されました。多くの引きこもっておられる方、その家族、鬱で苦しんでおられる方が、どうやって回復したのですかとそう聞かれます。本当のところは何と答えてよいか分かりません。ただ恵みによってとしか言うことができません。私のお仕えする神様は、どんな挫折や罪や失敗からも私を解放し、再び生かしてくださる、そういうお方なんだということ、そしてそんな地獄のような経験をも用いて主の栄光を表してくださる、そのことは皆様に今日お分かちすることができる証であります。ヨシア王の名前ヨシアというのは、主は支えたもうという意味です。素晴らしい名前ですね。宗教改革は志半ばで終わってしまったということでありますが、彼の人生は主に支えられた、生かされた生涯でありました。私たちには今、すべての罪のルーツを十字架で背負ってくださった主イエスキリスト様がいてくださいます。この方に信頼して生きるとき、どんな後悔や未練があったとしても、必ずやり直すことができます。支えたもう主に視線を移し、今日もご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りを捧げします。愛するイエス様、
あなたが成就してくださった救い、回復の御業に感謝いたします。罪深い、いい加減な私を見て、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと取りなしてくださいました。このイエス様を信頼し、主支えたも主の御業に期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。